高崎は日本海軍の特務艦。類別は運送艦であるが1915年より水蒸気を搭載し水蒸規模艦として艦隊演習に参加した。また偽装も水蒸規模艦、若宮と同様の改装を受けている。艦名は初代、浅井正秀、日本海軍艦船名校によると津島船市湾内の高崎花による。元は1902年4月に、 イギリス、グラスゴー、ロバート・ダンカン社で浸水したイギリス船隻の貨物船、ローズリー・ローズリー。日露戦争開戦時の1905年1月12日に、打捕される。4月10日、佐世保捕獲新権書の検定で、没収と判決され、8月8日の高等捕獲新権書での検定でもウィリアム、ロバート・リー船長らの抗議を棄却し、 積み荷の石炭6462トンと共に、正式に没収とされた。日本海軍は、同年2月14日に、部内限りで、高崎丸と仮命名し、高等捕獲新検所での検定後の9月1日に、高崎丸と正式命名、本席を、佐世保鎮守府と定め、日本海軍の運送船とした。1907年3月21日日本優先に、 引き渡して、運航委任、本船など7隻は、海軍指定の航路につき、貨物の一部を海軍専用として使用した。1911年5月16日、日本海軍に返還され、横須賀を発着し、呉、佐世保、竹敷、賃海、旅順を結ぶ旅順船と、横須賀を発着し、呉、佐世保、キールン、 マコを結ぶ台湾戦闘交互に運行を予定し、同年9月18日横須賀発、旅順船から運行を開始した。この間1912年2月には、川崎造船所で建造中の平戸の兵器、乗員輸送のために、呉から神戸に寄港するなど、随時航路は変更された。1915年8月23日に、高崎と改名。 その年4月に飛行機搭載設備を仮設し、大演習では臨時に水蒸気を搭載して参加した。1920年4月1日、特務艦に編入し、運送艦に類別されたが、その後も1924年頃まで水蒸気応募艦として使用した。1925年1月に航空機搭載設備を撤去以降は、本来の輸送任務に復帰した。 1930年に機関が破損したため1932年4月1日に除籍1933年2月27日陸軍省へ移管した。その後は1944年まで陸軍で使用され、12月に特攻艇の標的として爆破処分された。客中なき限り、日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。 階級は就任時のもの。ありがとうございます。